冷たい麺に冷たいスープ、ピリ辛なつけ麺です。駅近でランチを食べよう。2軒目は沼津駅南口から歩いておよそ3分、仲見世商店街の中にあるお店、裏みやびです。本場広島の味が沼津市で味わえると注目されています。広島つけ麺と広島のソウルフードをメインに出しております。麺もつけだれも冷たくなっており、辛みのあるつけだれが特徴になっています。酸味のあるタレにラー油や唐辛子をたっぷり入れるのが本場の味。辛さは調節できますよ。広島つけ麺は基本的に細麺が主流になってますが、うちでは細麺と太麺の2種類からお選びいただけるようになっております。キャベツとお肉を乗せたジャケンといううちで出している広島つけ麺が一番合うと思います。ジャケンは広島つけ麺のスタンダードなスタイル。太麺はもちもちでコシがありますよ。ごまがたっぷり入ったタレにつければ麺が真っ赤に染まります。見た目通り辛いですが、程よく酸味が効いているのですっきり。ごまの香ばしさがアクセントです。トッピングの茹でたキャベツの甘さで辛さがまろやかになります。当店ではドンドロさんというドロロ納豆オクラを乗せたドロドロ系のつけ麺が細麺に合うと思っております。つけだれに具材を入れて食べていただいても、麺の上の中で混ぜて食べていただいてもどちらでも大丈夫だと思います。ツルツルの細麺にネバネバ食材がしっかり絡んでいるので、口当たりは滑らかで喉越しがいいのがポイント。しっかりした辛さの中に納豆やとろろの旨味が感じられます。広島グルメが載った丼メニューも注目です。月曜日木曜日でガンス丼というものと、水曜日でコウネ丼、金曜日土曜日で牛すじ丼というものをやっております。魚肉をすりつぶしたさつま揚げに近い形になります。魚のすり身を揚げたガンスはふわふわな食感です。コウネは牛1頭から2キロ程度しか取れない希少部位。脂身は口に入れるととろけ、赤身は肉のうまみをしっかり感じられます。ファンが多い一品です。醤油ベースのシンプルなラーメンの鶏とうちで使っているせせりを乗せたラーメンになります。鶏の香りが広がるスープは少し甘めですが、後味すっきり。つるっともちもちの麺との相性は抜群です。せせりのコリッとした食感が癖になりますよ。沼津駅の近くにある裏みやびには本場広島グルメが揃っています。